はい、本日ですね、こちらの商品ですね、開封していきたいと思います。鴨原宿店の、N さん、約束は守りました。店頭では買わなかったんですが、はい、発売日に、しかも発売日オンラインショッピング15分以内ぐらいに、はい、購入させていただいてね、4月の1日の午前中には届きました。はい、先に、なんだ、はい、なんか対象な使用書とかいろいろ入ってて、あ、シューズケース入ってますね。いいですね、イタリアから。はい、まあ、1万円以上のシューズなんでね。よいしょ。お、しかもなんかこれ入って、なんだこれ、ペンがついてますね。ペン、これ何ペンだこれ。え、ちょっと待って、まず、あ、ここか、うん、え、あ、ん、すごい、見てこれ、全然関係ないんだけど、こっちボールペンで、こっちねライトついてんだよ。どこでライト使うか分かんないけど。いいね。でもサッカーショップかもって入っちゃってるな。まあいいや。はい、で、そう、シューズの方がこっちですね。アイダスさんの、シューズで、この箱だとね、分かるかもしれませんが、はい、ピュアカオス買いました。まあ、ピュアカオスって言ってもね、あの、ごめんなさい、3万7千とか8千するやつじゃなくて、タフシューズの方です。はい、今回はトレーニングシューズですね、買っていきました。はい、まあ、トレーニングシューズね、あのフットサルをねたまにすることが、ありまして、最近ですね、ちょっと回数がね増えそうな感じがしてきたので、ちょっとね2足目買ってみようかなと思って今回買いました。もう試着はね、お店の方、原宿店で、まあ、別のカラーをさせていただいているので大丈夫かなというところで25センチを買いました。はい、まあね、ピュアカオス、まあ、見ていただくと分かる通り、まあ、中がこの伸縮性のアッパーですね。で、表側にも、まあ、比較がマイクロファイバーがあると。でも、まあ、ノンストップグリップっていう、まあ、滑りにくい加工が施されていたりすいませんとか、まあ、していますと。はい、でターフシューズなので、まあ、トレーニングシューズですね。そこはゴム底のものになります。グリップ力比較的強めっぽいかな、見た感じは。はい、強めのトレーニングシューズになりますと。で、一応勘違い、たまにね、されてる人がいるんですけど、このピュアカオスっていうシューズは、靴紐がないわけじゃなくて、靴紐実は、これ中に入ってます。はい。ここですね。ほら。あります、靴紐ちゃんと。ほら。出てきます。ただ、こういったね、ループ状になってる、で、しかも数が少ないので、まあ、調節機能はあんまりないと思ってもらっても大丈夫ですかね。基本的にはこの、伸縮性のアッパーとソーカーのアッパーでしっかりとピタッと足をホールドする。で、まあ、なんだ、少しですね、多少調節するためにこの靴紐を使うって感じですね。はい、うん、まあ、中とかこんな感じですね。はい、まあ、中敷きは普通の中敷きっすね。紐素材が使われてて、後ろは普通のシンプルなもの。ただ、ま、ここにちょっと滑り止めついてるかな、気持ち。はい。でも、かかとにも滑り止めついてるタイプ。この、ピュアカオスシリーズだけはね、X のピュアカオスはここに滑り止めがついてるんですよね。はい。というわけで、今日はですね、このピュアカオスの、紹介になりました。まあ、スパイクに比べるとね、それはそういうところでね、機能性とかが、説明する分が少なくなっちゃうので、どうしてもね紹介するボリュームは少なくはなってしまうんですが、まあ、実際にねこれも、まあ、フットサル次いつやるかちょっと分かんないんですけど、次やる機会にね、まあ、履いてみて蹴り心地とかタッチ感とか、感じれたらいいなというふうに感じております。一応ね、なんか他の方から聞いた話だと、ピュアカオスだとかなり柔らかくなると、アッパーがすごく柔らかくなってすごい履き心地がいいですよっていうようなお話は聞いてるので、まあ、非常にね今から履くのが楽しみになってます。はい、そうしましたら本日は、アイダスさんからの新商品ですね、ターボチャージパックの、ピュアカオス、ターフの紹介になりました。ご視聴ありがとうございました。